次に出てくるのはお釈迦様が出てきます、はい、でお釈迦様はちなみに、うん、バラモンの階級ではございません、うん、一応次ですね、軍属王族、うん、なので、まあ、一応身分は高いところにいる人がお釈迦様、うん、でこの時代には、うん、ジャージャーニャ・バルキアノが先、うん、前にいて、うん、もうその教えはあった、うん、教えがあったところで、うん、お釈迦様が登場します、うんうん、にあらずにあらずって凡が一如ですね、うん、世界の原理と、うん、私っていうのを同一にすると幸せになれるみたいな簡単に言うと、うんうん、そういうところでお釈迦様が出てきた、うん、でお釈迦様はあるお城に住んでいてですね、うん、本当は悩み一つなく暮らしていたんですね、うんうん、で子供の時にそのお城の中で遊んでいて、うん、門から出ようとした時に老人がいたと、うんうん、でそれをお釈迦様は知らなかったんですって、うん、老いるってことを。そうなので、うん、このお城の中には枯葉一枚もなかったと、うん、でおじいちゃんも見たことがなかったと、うん、であれお城の中にいない人みたいなのがあるけど、うん、あれは何だって聞くと、うん、まあそういうあの人って老いるんですみたいなのを知り、うん、またそのお城の中でこっちの門に行った時に、うん、ゲーゲー吐いてる人がいて、うん、病気、そう病気の、はい、病気の人も知らなかったと、はいはいはい、でこっちのところに行った時に、うん、昔でよくある、うん、あの棺桶を担いで、うん、歩いている人がいて、うん、死ぬっていうのを知ると、うんうん、でまた違うところに歩いて行って、うん、門から見た時に、うん、お坊さんを見たんですね、うん、あれは何だっていう と、うん、そういう修行を悟りに導くために修行してる人ですと、うんうん、じゃあ私もあれになろう、うんうんうん、っていうことでお釈迦様は恵まれたところにいながら旅に出るんですね、うんうん、悟りを開こうと、で行ってお釈迦様が何をやったかというと、うん、自分を探しに行く旅に出かけるんですけども、うん、苦行を積んだんですね、うん、要は苦しめば苦しむほど、うん、より何て言うんだろう、うんうん、悟りに近づく近づける、うん、っていうのがあって、うん、またそれのマウンティング争いみたいなのがあったと、うん、俺徹夜してさって、うん、あ俺2日寝てないみたいな、うん、俺の勝ちみたいなのがあったので、うん、とことんやったらしいんですけど、うん、結局何もなかったと。このお釈迦様って、はい、この苦をなくそうって旅に出てる感じですよね。なのに苦行してこれを積んだのに全然苦しみがなくならないっていうところにぶち当たり出てくるのが中道っていう、はい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 、要はしなくてもいいと、しなくてもいい、そんなこと何もこう変わらないみたいなっていうところに行きですね、うん、お釈迦様はですね、まあこのまあ、なぜ苦行を進むかっていうと、うんうん、体験による理解っていうのを積もうとしたんですね、うん、でお釈迦様は結局そんなことをしてもですね、うん、苦行に意味がないねって、うんうん、むしろ苦行っていう行為自体が、うん、悟りを阻害していたのだ、うん、っていうところに息づき、うん、まあ中道、うん、っていう、まあ、でもこれはほどほどがいいよっていうものではなくて、うん、極端ではない状態こそが一番悟りを得るのに適切な状態だよっていうことが中道っていうらしいんですけど、お釈迦様はその苦痛に耐えて成し遂げてやるぞっていう時ではなくて、ただ黙って座っていた時にさまざまな雑念が浮かんできたと言われ、家族のこと、異性のことみたいなことがバーッと出てきた中で、そういった認識の対象物に過ぎない、うん、認識の対象物が現れようと、うん、純粋な鑑賞者、うん、見る者としての自分には何の関わりもない、うん、だからそんな雑念なんて無視してしまえばいい、うん、でどんな雑念が思おうと、うん、その苦痛ではない、うん、極端ではない状態の中で静かに座っていて、うん、
雑念が浮かび、うん、ああそんなのは認識の対象物に過ぎない、うん、だって認識ってなんだよって話はさっきあり、うん、もうこの時代にはそういう教えがあったので、うんうん、ただの認識に過ぎないよねっていうところで無視してしまえばいい、うん、って言った時に雑念が全て消え去って奇跡が起こったと、うん、悟りを開いたって言うんですね、うん、で二等兵もここで感動するんですよ、うん、教えてくださいとその悟って何を、うん、僕が一番知りたいのは、うん、効率的に何をすればいいかが知りたいんですよ。悟りは多分そういうものないですよ。黙れお釈迦様に聞けばいいんだよ、はい、と思って、はい、ごめんなさいね、はい、と思って、はい、でお釈迦様が何を言ったかというと、その悟った状態で一番初めに、うん、解いた説法を、うん、書店法輪と言ってですね、お釈迦様が悟ったのはまず仏教の中の基本中の基本の死体という4つの諦めと書いて死体ですと、うん、要は苦体、うん、苦という真理、うん、実体、苦の原因という真理、うん、滅体、うん、滅体、うん、苦の滅という真理、うん、で道体、うん、苦の滅を実現する道という真理、うん、この苦体というのは、うん、人生は苦しみですよ、うん、っていう真理、うん、なのでどうあがいたって、うん、人間には、うん、一番悩みの種というか、うんうんうん、苦しい、うん、老いる、うん、病気になる、うん、死ぬっていうのは、うん、絶対に逃れられない、うんうんうん、っていうまず苦体で集体というのは、うん、その苦しみには原因がありますよと、うん、それは執着ですと、うん、なのでその苦痛の苦しみの原因は執着、うん、なので執着をなくせば苦しみは滅することができますよ、うん、っていうのが滅体ですね、うん、苦の滅、うん、で道体っていうのは、うん、その苦しみが消えた究極の境地に至る方法があるよっていう真理ですと、うん、なのでその簡単に言ってしまうと人生は苦しみだらけだけど、うん、その苦しみには執着っていう原因があって、うん、それをなくせば苦しみが消すことができるんですよ、うんうんうん、って聞いて、うん、分かりましたとはなりませんよ、ねうん、分かったと、うん、もうなんとなく言ってることは分かるよ、うん、分かる分かる、うん、それにもなんか何をやればいいっていう方法があるんだよね、うんうん、で多分聞いてた人も聞いたんでしょうねお釈迦様に僕みたいな人がいたんですよ、うん、で聞きました、うん、そうしたところありますと、うん、さすがお釈迦様、はい、で言ったのが、うん、八正道、はい、この究極の境地に至る方法がある、うん、それは8つの正しい道八正道だと、人間が正しい生き方を実践するための8つの方法があるんです。正見、正しい見方ですと、うん、正思惟、正しい考え方ですと、うん、正語ですと、うん、正しい言葉遣いですと、うん、正合です、うん、正しい行いをしましょう、うん、正妙です、うん、正しい生計を立てましょう、うん、正精進ですと、うん、正しい努力をしましょう、うん、正念ですと、うん、正しい意識の向け方をしましょうと、うん、正常ですと、正しい精神の安定に心がけましょう、うん、お前はセミナーかとまあセミナーですよいやはもう言ってることはわかるよと、うんうんうん、それが難しいって話ですもんねわかりますよ、はい、っていうのが、うんうん、お釈迦様です、はい、あで最後にお釈迦様が言ったのは、うん、アートマンは、うん、存在しない、うん、無我、うんうん、の主張をしたんですね、うんうん、要はヤージャーニャバルキアは、うん、バラモンの人、うんうん、で彼はアートマンという言葉で
決して捉えることができない私の本質を、アートマンとブラフマン、ボンが一如っていう言葉だが、一応アートマンっていう言葉で設定したと。なのでその大衆はアートマンっていう言葉を意識するようになってしまったと。なので、あ、アートマンってさ、にあらず、にあらずのあれでしょっていうので、なんて言うんだろう、ちょっと分かった気になっている。存在しないのに、あ、に、あ、にあらず、にあらずのあれだよねっていうので、このヤージャーニャ・バルキアはアートマンっていう言葉を設定したせいで、大衆はそういう概念化してしまった。でも本来それってできないものだったはずじゃん、っていうところでこの釈迦は違う違うと、もう我なんてねえんだよ、無我なんだよ、って言ってバラモンを否定したんですね。要はこれってバラモン教っていうのはカースト制度を作った人、でもこれおかしいですよねと、バラモンさんよと、おかしいですよねって思いますよね。思いますよね。だってだったらこんなのって階層なんてないじゃん、のはずなのに、階層は固定されたまま、ヤージャーニャ・バルキは言うんですよ、決して解放しないんですよ。でも釈迦は、バラモンじゃない釈迦は、この2番目のところから本当に主張を解放しようとして無我と言いました、なのでインドでは広まらなかったんですかね。まあそうかもしれないですね。いやだって固定しときたいんだもん、階層として、っていうところで釈迦の章が終わります、